はい、皆様こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。はい、いらっしゃい。高部こんばんは。お疲れさん。はい、こんばんは。はい、はい、どうもどうも。こんばんは。聞こえてますか？ね。というわけで、土曜日の竹本さんち、始まりたいというふうに思うわけでございますね。皆様ね。いかがお過ごしでしょうか？ねえ、もうね、いや、あ、音割れてる？そっか、声がくー、はいはい、ちょっと待ってね。今ね、これね、いろんなことをやって、じゃあ、よいしょっと。今日ずっとですね、これで、これぐらいで大丈夫かな？これぐらいだったら大丈夫？はい、こんばんは。はい、こんばんは。どうかな？これでいけるかな？うん。いやね、お疲れ様でございます。遠くになりました。遠くになった。音量下げた。音量下げた。綺麗になったけど遠くなった。あ、そっか。遠くなったか。そうね。じゃあしょうがねえな。よいしょ。これぐらいでどうかな。はいはいはい。はいはい、皆様いかがお過ごしでしょうか。はい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 、もうね、自分でほら、自分の声を確認しながらできないっていうのがね、でもうセッティングがライブ用のセッティングにもうすでに変わったんで、変わりました。変わったもんですから、いわゆる喋るやつの感じではないんですよ。もうもはや、という感じでございます。ああ、そうか。そうね。今日マイク、これギター用のマイクで喋ってっからね。ごめんごめん。ちょっとだあれだな。ちょっと待ってくれ。よいしょ。もうそりゃそうだろうな。はいはいはい、これでちょっと聞こえやすくなったかな。うん、いかがでございましょうね。ギターにもマイク当然でございますよ。やっぱりね、あの竹本さんじゃ、リアル竹本さんですからね。いやはい、大丈夫ですね。というわけでございまして、竹本さんちをね、ゆるゆるとスタートさせようというふうに思っとるわけでございます。いや、ほら、ギター用のイコライジングするとどうしてもやっぱりその真ん中から下のあたりが足んなくなるんで、若干イコライズで持ち上げるんですよ。で、そうですそうです。今日はね、内からですよ。内からでございます。内からライブ配信と。まあ、いやもうね、いつもね、イケボイスって、いやいや、そんなことはないんですよ。そんなことはないよ、ね、いやいや、こんな感じでございますけれどもね、いらっしゃい、いらっしゃい、ね、あんなにたくさんいただいていたコンティニューコインが少なくなるとね、でそういうぐらいずっとやっておりました。いや、全然大丈夫、全然大丈夫。あのコインティング大丈夫。そんなに、まあまあまあ、頃合いみーみーで構わんでよ、全然問題ないっすね。まあ、なんかね、今日はずっとだから、まあ、映像と、その映像と音を一緒にね、
出して撮ってみるっていうとずっとやってて、繰り返し、どんぐらいやったかな、4時間5時間ぐらいはやってたのかな、な感じですんでね、もう、ある程度で、疲れ果てました。いやそんなに声いられ大丈夫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 ですよ、すいません、ありがとうございます。そうそう、配信して、配信した状態を確認しなきゃいけないから配信するんですよ。でプライベート配信っつって、ほら合言葉配信よくね FC でやってるじゃないですか。であれを誰にも見られないように密かな密かなプライベート配信をするんですよ。で、それを見て、で録画して、でそいつを確認して、で、まあ、出して、それを見て見てどうかなどうかなどうかなっていうね、っていうところでございますね。あら、ひまわり娘ちゃんありがとうございますね、ありがとうございます。いや秘密裏にね行動、いやそうなんですよ。それでまあ家だっていうことで、まあ同じOBS、ね、同じ配信機械、使ってやるもんですから、セッティングがなかなかね、うまく、なかなか、まあ、うまくというかね、なかなかこう、まあ難しいんですよ。そのたんびたんびにやっぱり変えなきゃいけない。で、まあ、いわゆるライブ用のやつと、そのね、が全然違うもんですからね。コンティニーコイン、もう全然大丈夫で、ありがとうございますね。みんなありがとうございます。はい、こんばんは。あのね、喉が辛そうじゃなくて喉が疲れてるってね。あー、いらっしゃい、キーちゃんいらっしゃいね。はい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 、いや、いい塩梅になってんじゃねえかな、これな。まあこれでだからどん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 やってって、で、うまい具合に、竹本さんち極みですからね。あ、いや、いらっしゃいね。まあ極めていこうかなというふうに思っちゃるわけでございますよね。あ、鳥太郎さんこんばんは。18度、18度っちゃ結構寒ないねえ。大丈夫、まああのね、夜風邪ひかんようにせんとね。あ、いらっしゃい、あ、いらっしゃい、いらっしゃいね。いやいや、ありがとうございますね。本当にもうね、いろいろ大変でございますよ、本当にね。まあ準備っていうのは、まあどんだけやっても、まあね、いや、やりすぎってことがまずないもんですから、いやー、なかなかです、なかなかでございますね。準備は大変。まあね、まあ段取り8分ってよく言うからね、段取りが8割ね、仕事やる以上ね、段取りは8割で、まあ残りが、いや、まあね、ちょいちょいちょいって感じですよ。もう残りが2割さえ、まあその段取りさえなんとかね、うまくやっときゃ、後のことはもうあったあったってことはねえな。まあなんとかなるんじゃねえかな、っていうふうに思いますね。いやー、まあ一応ね、いろんな部分でね、頑張ってやってみ、たいなと。だからね、段取りがね、すべて段取りが8分、段取り8分、体が慣れてないので暑くて死にそうですか。うわ、マジっすか。いや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 、さすが最北端、さすがの最北端ですね。そりゃなかなかですわ。そうだよ、あのね、段取り、まあ職人の世界、職人は別に俺、まあまあ俺もまあある種職人ではありたいなと思うんですけどね、まあ、職人の世界だと、まあ今の時代はもうほぼほぼ段取りが全てですよ。段取りさえうまくいっときゃね、ねえ、段取りさえうまくいきゃあとはなんとか。ああ、ガラマツさんこんばんはね。最近あのほろ酔いの一曲があんまりアップされてないね、楽しみにしてるんですよね、本当にね、どうもありがとうございます。まあまあまあ、ね、いや、今日が配信だということを先ほどまで、すっかり忘れておりました。まあそうね、
まあ、ライブもそうですけど21日までももうすぐ、まあ確かにね、確かにそうね、あそうだね、仕事、ひろみちゃんとかもね、準備8割その通り、うん、やっぱりねそんなもんですよ、準備、まあ、いわゆる段取りをつける、段取りさえ、きちっとけ、あとはトレース、あとの2割で実力が発揮できるっていうね、まあ、そんなことだと思ったって、まあ、忘れてたって、だからあのやりますよっていう予告をアップしてなかった時点でやべえなって気づくだろ誰か教えてくれよって話だよねすいません、ありがとうございます、ね、ピオイちゃんありがとうございますね、ありがとうございますね、まあこんな感じでね、今日もね、まあぼちぼちとぼちらぼちらとやっていこうかなというふうにね思う、いや休みではないですね、今日休みじゃないですね、一応ね、曜日も忘れる、そうなんだよ、よく分かった、分かってなかったんで、おみたんが告知してましたか、ああそうか、まあ、高臣がやってくれたんか、ああすまんな、ああすんません、ああリーちゃんありがとう、すいませんね、いやね、今すっごいバタ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 してやったんで、ちょっとあの俺の個人的なこう個人的な、ET タイムが準備できてなかったということですね。ね、もしもーし。あれ。もしもし。はい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 。なんざましょう。というわけで、ちょっとあの ET、はい、ET 私行ってきますんで、すいません、つないでおいてください。つなげ、じゃあそっちで行けということですね。いやいや、そのまま喋っててください。あ、ここで喋ると。はい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 、わかりました。今ちょっとあの画像の方で、あの極みの方のね、あの画像が出てますんで、あ、すいません、よろしく。あ、はいはい、あの、はい、すぐ移動はできますけど、はい、じゃあね。はい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 、あ、びっくりした、ごめんなさい、ちょっと声がね二重に聞こえますかね。ですね、今日は、竹本亭にて23日の準備をごそごそとやっておりました。なんかね、一つやり終えたって、あ、これで OK って思うんですが、なんか布団の中に入って、あれ、あそこをもうちょっとしたらいいのかなとか、なんか考えちゃうんですよね、ついついね。なかなか、あ、鶴太郎さん、あなたの鶴太郎さん、もう ありがとうございます。もう私の鶴太郎さん、ようこそいらっしゃいました、ありがとうございます。今日は月曜日じゃないです、今日は土曜日です。現在、竹本邸におります。もうね、内装の準備をやったりとか、いろいろね、音をチェックしたりとか、カメラのアングルをこうしたりとか、止まらない止まらない、帰りますよ、もう今日はツイキャスが終わったらはるばる、忙しそうですね、竹本さんって。まあ、竹本さんが忙しいということは、あの和気氏もみんな、私も全て含めて忙しいということでございましてまあバタバタしておりますが、もうね、あの別に遠い距離にいるわけじゃないんですよ、ボスが配信してる場所と、ほんの数歩歩けば行けるところなんですけども、まあボスがちょっと電話でつなげという珍しいことでございましてね。はいはい、お待たせ、竹本では電話しないといけないぐらい、まあ、まあまあまあそこそこ広いです、電話した方が早い場合もあります。悪いけど、はい、広いね、あの竹本さんの家だと思ったら、桃子姉さんこんばんはって、あ、すいません、あ、竹本さん家ね、今娘さん、ありがとうございます、ありがとうございます、いや遠くはないですよ、遠くはないです、遠くはないんだけれども、やっぱほら、あの仕事部屋で、あの、いわゆる基地となってる、あの PC うんぬんかんぬんっていうところが、はいはいはい、2箇所あるんですよ。だから、配信をするそのステーションで、そして、編集をするステーション、でそれと、今日、まあ、常備持ってきてる、まあ、ノートパソコンと、はい、いうところ3つ、まあ、それとあとスマホと、で、今日やってたのが、その、うん、どの環境で、その映像を見たときに、遅れとか、そういうものがいろいろ出るのかなと、
遅れが出るのかもしれないな、ステージは。いや、アホか。駅じゃないから。アホか。思わないな。で、それがね、やっぱ若干こう気になったんで、いろんなところで、パソコンを見ながら、あとスマホを見ながら、でノーパスを見ながら、っていうね、流れでございました。敷地送迎バスね、全然マイクロぐらいだったらガッツリ入ってるの。あかん、あのね、うちの子供たちはうちの庭で自転車のね、自転車乗りを覚えました。はい、こんばんは。はい、いらっしゃい。はい、いらっしゃい、いらっしゃい。ね、あ、トシさん、そうか、私が喋ってん時にいらっしゃったのね。そう、そっかそっか。ごめんごめん、うん、ごめんごめん、ちょっとね、ET もうね、すいませんね、忙しい。いや、お屋敷じゃないんですよ、田舎なんで。田舎なんで、ボスのとこに今ね、そうそうそう、私行こうとすると配線で引っかかって転びそうだからね。そうそうそう、もうね、今すごいですよ、たどり着くまでに。足元にいろんなこうやばい配線がいっぱい張ってます。そうなんです、ね、そうですね。我が家のステーションって、別に我が家にステーションがあるわけ、駅があるわけではなくて、まあ、いわゆるそのデスクトップのパソコンを組んでる場所が、ね、と2カ所あるんですよ、2カ所あって、その配信用に組んでる位置、今、まあ、今日俺が今座ってるとかね、で、配信用に住んでるとこ、あと、まあ、いわゆる作業部屋、ね、仕事部屋があるんですけど、で作業部屋のところが、もう、一応ね、前見たことあるかな、皆さんね、セグウェイかなんかで移動したりすると、砂利で転ぶっていうね、それぐらい。あ、セグウェイは無理かな。猫に乗っかってみたいな、誰か押してくださいみたいなね。そうそう、一輪車だったらいいかなみたいなね、手押し車系のやつね。はい、全部コンクリート、もう敷いちまいたいわ、本当に、草がすごく、まあいいや、内線ありますか、内線はないな、まあ、でも、電話かかってご飯に呼ばれるっていう、そういうシステムになっておりますね。そうですね、まあ、そういう感じで、もうボス戻ってきたなら、私の何か用ありますかね、これね。ないない、じゃあね、バイバーイみたいな。はい、というわけでございましたね、高橋がね、すいませんね、ありがとうございました。なんか今日18日でしょ、で19日に、あ、そう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 、もう一回繋いでおこう、ごめんごめんごめん。はいはい、今、はいはいはい、怒りのコメント入れようかと思ってたけど、いや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 、そりゃないっすよ、ママさん。いやいやいや、かけてきといて、ぶつはないでしょ。いやいや、すみません、ね、すみません、すみません、すみません、というわけでございまして、なんか明日がママさん、はいはい、28回目の誕生日らしいじゃないですか。そうなんですよ、はい、ねえ、うん、おめでとうございます。ありがとうございますね。ラスト27歳の夜をここで過ごすとは思いませんでしたね。この前28歳って言ってませんでした？え、何言ってんすか、気のせいですよ。私は明日で28ですから。はい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 、わ、はい、かりました、うん、はいはい、おめでとうございますね。ありがとうございます。はいはいはい、絶賛誕生日プレゼント受付中。何の話や。ああいうのですけどさ、その28っていうの、それ、それなんすか、なんすか、それ。地に点々みたいな。いや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 、まあ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 、28と何ヶ月かは知らんけれども。ね、28は28ですよ。なんか月曜日ツイキャスやるんでしょ、また。はい、そうですね、やらせていただきます。いつもですけどね、私はね、参加してますけど、選挙でもね、はいはいはい、参加してないで、ね、させませんっていうだけですね。、はい、ね、そういうわけでございますけれどもね、まあでも、はい、明日でしょ、おめでとうございますね、はい、ありがとうございます。まあでも、まあ皆さんね、納得していただけるような音にはなってるかなっていうふうな感じはしますよね。そうですね、うんうん、もう割といいとこまで来てます、うん、ちょっとなんか小物に走っちゃったりとか、いろんなとこに気が配れるくらい、うん、音と映像に関してはいけるんじゃないかなって思います、うんうん、そうだね、うん、で今日、はい、遥か彼方から物が届いたらしいですよ。これはちゃんと申告してるやつだからね。まあ、いろいろな機材でございますね。またね、
欲しいなっていうのを聞いたやつですか。はい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 。ちゃんと話は通してますよ。ちゃんとちゃきっちり会議にかけます。あ、すいませんね、あけみちゃん、ありがとうございます、すいません。ああれね、はい、パチパチっとするやつね、ボタンがたくさんついてるやつね。はい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 、忘れとったかなぐらい前の話ですよね。まあ、というわけでね、まあ来月ぐらいに請求が上がってくるんじゃなかろうかと。それは覚悟でしてますので大丈夫です。はい、よろしくお願いします。例の物、ね、ない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 、あ、まあ、ないないない、まあ、あのねで通じて、そうそうそう、大丈夫大丈夫本当ですよ、あ、まあ、そんなわけなんで、はい、ももさん、お疲れ。お疲れって、まず私、まあいいや、はい、わ、はいはい、かりました。はい、ハーゲンダッツの妄想でもしといてくださいね、え、妄想じゃないでしょ。はい、じゃあね。はい、わかりました。どうも皆さん、お探せでーす。私に切らせてください。皆さん心配してますので。あ、今、あ、ももさん行かないで、かなままって言ってるけどね。いやいやいや。いやー、ね、かなまま、元気声月曜日ねーみたいな。割れてるっちゅうの声がね、でかいっちゅう声が。すいませんでした。でかすぎるっつうの。もう本当にね。すいません、失礼いたしました。品よく行きましょう、品よく。ね、かなまま、かなまま小さくそんなささやきゃいいとかそういう問題じゃないよ。そういうんじゃない、そういうんじゃないですね。というわけでね、はい、はい、お疲れさんです。お邪魔いたしました。じゃあまた月曜日に。はい、じゃあね、これは危険けどと、そういうわけでございます ね、 ね、なぜか知らんけどね、月曜日の俺の配信の前にうちの高橋がね、8時ぐらいからなんかFC 会員限定で配信してるらしいんですよね。それがあれっすよ、皆さん聞いてくれる俺ブロックされてんのよ、これね、これ大変ですよ、もうね、切られたじゃない、自分で切ったじゃんかよあのね、目を止まんで、アフターミッドナイトですね。はいはい、いらっしゃいね、ひよこちゃん、いらっしゃいね、もう本当にね、いやいや、ご指示のもとに始めた。あ、そうそう、いや、だからたまたまね、たまたま、たまたまですよ。ほんで俺が月曜日やらんから、ちょっとできないんで代わりやっとけよって話をして、代わりやっとけよっていう話をしたら、あれですよ、なんか自分でも勝手に始めちゃって、え、入りたいの、いや別に俺入りたくないですよ、あ、別に全然問題ないですね、本当に、まあね、距離が近いんだか遠いんだか分かんない、あ、そうかな、そうなのかな、あ、ね、そうでもないけどね、ね、まあ、さ、つながるかな。こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。まさかのお電話が私めに。はいはい、そっち側の方 の、 パソコンの電源切っとってくれていいかな。はい、今切りました。今切りました。はい、ごきげんよう。はい、皆様ごきげんよう。どうもどうも。はいはい、とりあえず自己紹介してください。あ、私オミタンと申します。あ、オミタン。はい、おみたん、おみたん、今日のご相談は、あ、今日のご相談、今日のご相談ですね僕もライブ配信を夜な夜なやってるんですけども、はい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 、昨日コンデンサーマイクを、あ、一昨日ですね、はい、使ったんですけども、うんうんうん、なんかすごい割れててですね、あ、はいはい、今日の兄貴のその出だしのようになってまして、あ、それはね、多分ね、オーバーロードしたんだね。あ、オーバーロード、オーバーロード。うん、で、それを90分やったんですけど、はいはい、90分が誰も教えてくれなかったっていうですね。いや、だから、それは知ってる人が、知ってる人が、やっぱりその、はい、言わなければいけ、分かる問題だよね、これね。いや、今兄貴のツイートつけたら、もう皆さんがですね、ファンの皆さんがもう立て続けにすぐ、はいはい、言ってくれてですね。ああ、そうですね。ああ、こういうのなかったと思ってですね、羨ましく思ったところでした。割れてたのか。まあ、そうですね、割れてた、いや、割れてたって言うとちょっと違くてですね、なんか音がダブってたような感じですかね。いや、ちょっと分からなかったんですけど。音がダブってた、はい、はい、なんかこう、多分それぞれのレベルは何かしらディフレイン。撮ってたの？ちゃんと撮ってます。いつも通りだったんですけどね、なんかいつもなんか違ったんですよ。
あ？そうなの？はい、うん、何が違ったんだろう。OBS の方のフィルターで原因は調整した？はい、OBS の方原因は調整済みで、あのいつも通りだったんですけど、うん、多分何が違ったかっていうと、一つだけ違った記憶があったの、うん、昼間に、うん、あのオンラインホスピタルライブっていうですね、病院とつないでライブをやって、はい、うんうんうん、で先方の担当者の方と普段はあのメッセンジャーとか、うん、フェイスブックのメッセンジャー使ってテレビ電話するんですが、うん、先方がフェイスタイムがいいということで、あのアップル製品同士なんですね。はい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 、でそうするとメッセンジャーの設定だと、うん、あレベルがでかかったのか、音が出なくてですね、パソコンそのものの音声をちょっと切り替えなきゃ出なかったんですよ、はいはい、それをちょっと触っちゃったせいなのかなと思うんですけど、ああ戻せなかったやつやな。はい、で僕すぐ思ったんですけど、うん、昨日あの竹本兄貴は僕のツイキャス、一昨日ですね、ツイキャスチロッと来てくれてたじゃないですか、あの、うん、コメント、うんうん、言った言った、どうでした音です。いやあれ俺あのはいやささがぐらいしか聞いてないけど、いや聞けなかったんだよ、ごめんよ。いや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 、うん、いや違うんですよ、僕もモニターとかでは普通に聞こえてて、うん、でなんかそのスマホで聞いたらそうなっててですね、なんかすごく取り留めもないご相談なんですけど、はいはい、なんかやっぱ奥が深いですよね、こう配信の世界っていうのは。自分がねその、はい、出したい音と、はい、出てる音っていうのがイコールじゃないっていうところに配信の奥深さがあるんだよね、はい、難しいですね。やっぱこう試し聞きしないと、試して、先ほどおっしゃってましたけど、そうそうそう、何度も自分向けにライブやって、それを聞いて、うん、あちょっと違うじゃんとか、映像の色も違うじゃないですか、その、うん、OBS で見てる色と、実際出てる色が、はいはい、違います。その辺ですよね。これ難しいですよ、ね。難しいですね。楽しいですけども、まあ、難しいですね。まあ、あとは、はい、その、ファンタもちゃんと言ってたんだよな。ファンタも言ってました。はい、ファンタも言ってたとすると、考えられるのはどっかでクリップしてる感じだよね、はい、それ音が、まあ、ピーク、あそうですね、どっかでクリップしてるか、まあ、マイクの最終的に OBS 今ちょっと高見とこうやって話してて、俺ライブセッティングから急にこれ切り替えたから、はい、多分、はい、声のセッティング若干でかいと思うんだよ。だから時々クリップしてると思うんだ、はい、今現在も、ははあ今現在、ね、今現在もちょっとだけ、話に入りにくいけどつぶやいてみる。いやいやいや、でも最終的には OBS に入れてるんでしょ。最終的には OBS に入れてます、はい、で最終的に OBS に入れる前って何が入ってる、まず AC60 に、まあ、マイク入りまして、はい、そこからゴーミキサーというですね、ローランドのミキサーに入って、そこからもうそれがオーディオインターフェース側になって OBS に入ります、パソコンに入ります。そっか、今日の昼ゴーミキサーはレベルの調整ってできるの、はい、あできます、それぞれできるんですよ。でそれでかくなかった。いやでもですね、いつも通りだ、今日 のライブ配信、昼間夕方のですね、歌の方、うん、もうまあまあ、今さっき聞き返した感じは特に問題なくてですね、うん、そのコンデンサーマイクの扱いの難しさなのかなっていう、そこですよね、きっと。はい、で、コンデンサーマイクって基本的に原因は低いんだよ。はい。原因が低いから、ファンタム入れて、で、ファンタム、だから本来だったらマイクプリとか、プリアンプとかで、調整してくる感じ、はい、あすいませんね、皆さんね、ちょっとだけ高尾に時間割いてやってね、困ってるだろうから、ちょっと、ちょっと、だとすると、はい、ゴーミキサー。ゴーミキサーのアウトのレベルをもうちょっと下げちゃって。はいはい、なるほど、うん、もう、まあ、変な話、極端、クリップして割れてるんだったら、10デシぐらいガーッと下げちゃって、それで、OBS の方のフィルターで原因稼ぐなり、はい、OBS のフィルターって、お前、何入ってる？ OBS のフィルター、原因入れてます。だけ？ですね、なんかノイズ抑制とかあるじゃないですか、はい、ああいうのはちょっと分かんないんで、やめときました。原因のみで、あとはもうマイクディスタンスでいこうと思って。ああ、
ノイズは乗ってないから別にそれは入れる必要ないんだけど、はい、あと入れた方がいいやつ教えてるな。あ、はい、入れた方がいいやつあるんよ。それはあの基本のやつですかね。どこから持ってくるっていうのがいいんだ。VST のプラグインで、はい、ちょっとメモし。はい、あ、メモ、メモですか、うん、はい、はい、ね、TDR KDR TDR KK K ですか。 D ね、 D D TDR のノバってのがあるあの高雪の T でいいですね、うん、高雪の T で、そう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 、高雪の T で、高雪の T で、はい、で土源での D ね、はい、あ、ドゲンですから、ね、で、リュウ、デンデラリュウの R やな。あ、デンデラリュウのリュウの方がある。わかりました。TDR。そうそうそう。TDR のノバっていうのがあるから。ノバ、はい。ノバ。これがミキス、ね、これイコライザーなんだよ。英会話のあれじゃないんですか。違う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 。プラグイン、あの、OBS プラグインつって調べてごらん。で、これが、イコライザー。イコライザーです、ね、イコライザーがこれで、それで、はい、もう一丁教えてあるな、はい、M、 M、 J、 松尾の M、 そうそうそう、松尾の M で、はい、ああ、そうそうそう、ほんで 18銀行の J な。え、誰ですか。18銀行の J。 あ、18銀行の J。 そう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 、あの、うちの兄貴が務めるんですね、18銀行の J。 ほんで、あの、UUUMJUCJR っていうのがあって、 MJUC、うん、のジュニアっていうのがあって、はい、 MJUC のジュニアっていうのがあって、ジュニア、ジャニーズ的な、そうそう、 JR、 JR、 あ、 JR、 あ、 JR、 ブロッケンジュニアのジュニアです。そう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 、これコンプレッサーなんだよこれはなんかイコライザーですか。うん、コンプレッサー。あ、コンプレッサー。ああ、うん、コンプ大事ですよね、コンプ。うん。はい、こいつを最終にかますと、はい、クリップしなくなるから。こう、一番上ってことですかね。あの、原因の上、一番上に、音声フィルターの一番下。順番で言うと、原因があって、はい、ノイズ抑制があって、イコライザーがあって、はい、一番下がコンプ。原因があって、ノイズ抑制があって、イコライザーがあって、コンプ。うん。これで、ちょっといろいろ試してごらん。はい、わかりました、ありがとうございます、うん、これは全部その OBS 用の無料のインターフェースだから、無料で入れられる、プラグインね、はい、うん、なんで無料で、うん、それ引っ張ってきていろいろ試してごらん。わかりました、うん、はい、以上です。ありがとうございますなあ、まあいろいろな大変だと、まあ、本当にね、いやいや大変なんですよ皆さん、これごめんね、そうなんですね。それは確かに今やったらあ、すいませんね、ね、ありがとうございますね皆さんね配信講座の番組いや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 、まあこれためになります、ね、いやいや、なかなかね、こう直接時間があればね、いろいろ教えてやれるんやけどな。あ、すいませんでした皆様お付き合いねいただきましたね、ありがとうございました。ありがとうございます。だからそこだけ気をつけてやってごらん。承知いたしました。で、あとコンデンサーマイクで一番気をつけないかんのは、あ、はい、リップとの距離な。エッジとの距離、リップ、リップ、唇との距離。あ、リップとの距離、リップ、うん、あ、リップ、唇のリップですね、リップ、うん、だから普通のダイナミックマイクみたいにマイクに噛みついて歌うと、はい、はい、すぐにボフっていうかな。なるほど、ボフッとですね。あ、マイクガードみたいなのをつけなくて、ね、いや、ポップガードだから、ダイナミックマイクタイプだったら別に入れなくてもいいけれども、はい、あ、コンデンサーはつけます、うん、コンデンサーではほら、なんかかまぼこタイプのやつあろうが、かまぼこタイプありますね、はい、うん、かまぼこタイプやったら、あ、はい、あ、まあ、ね、ポップガード、はい、うん、をつけた方がいいけど、普通のダイナミックタイプだったら中にスポンジ入っとうから、はい、刺してはあれなんだよね。あ、なるほどですね、はい、はい、じゃあねみんな退屈しとるからな、もうじゃ
もう、もう、もう、もう切るぞ。じゃな。もう、もう、もう、もうだけます。な、な、な、何。まあまあまあでもね、はい、自分で勉強するっていう姿勢はすごい大事なことやから。そうですよね、うん、ね、皆さんね、本当にね、やっぱり独学って広げていくってなかなかですよ。なかなか難しい。うん、そうですね。いやまあでもね、わかんなかったら聞く。まあわかんなかったら聞く、はい、でも2回目は教えんからな。1回目だけは教えてある。ね、この配信はのアーカイブに残るわけですね。この配信はアーカイブに残っちゃうね。消しとこう、ね、ここだけな。ここだけ、ここだけ消しとこう。じゃあ忘れても、もう一回聞き直せば。いや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 、あかん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 。ゲインノイズエクライジングコンプレッサーですね。うん、そうそうそう、はい、順番間違ったらあかんで。そうです、順番大事ですもんね、これね。うん、はいはい、うん、じゃあそういうことでな。ありがとうございます。高見お前、はい、でも本当に MacBook Pro がベタベタにならんこと祈っとるよ。うん、今日も飲みつつお聞きしてるんですけど、ちょっとソーシャルディスタンス保ってますね。日本酒と Mac のカバーかけろよお前。確かに。あ、じゃあな。はい、はい、じゃあねというわけでね。本当に、いやいや聞くの1回だけで当たり前じゃん。ねえ、2回目聞き、2回目聞くのはバカだよね。2回目絶対教えん。もうだって俺も散々言われたもん。いろん、まあいろんな人に言われた。それってね、初めてのことは誰も知らないんだから、誰も知らないんだから、別にそれは構わんと。知らなくても当然なんだからね、いいんだけれども、うーん、2回目聞いたらバカだよっていうね。そりゃそうだわな。というわけですね、そろそろね時間も過ぎてきたからね、これで1曲なんかね聞いてもらおうかね。これね、何がいいかな。じゃあこれでいこうかな。はい、じゃあちょっとお聞きください。Say